フクロウが言うには巨人の継承者選びに介入するにはジーク自身が好成績を残さないと。分かっている。もうこんなチャンス100年待ったって来ないってこと。でもまだジークにも可能性は残っているんでしょ。はあ、そうだとも。ジークなら、はあ、ごめんなさい。ジーク、お前ならできる。父さんと母さんの子供なんだからな。お前はマーレに必要ないと言ったはずだが、なぜここにいる。マーレへの忠誠を示し、エルディアの罪を償うためです。公開訓練に参加させてください。何をしている。いいが走らんか。この間は散々だったな。笑い事じゃないよ。あれからずっと雑用係をやらされて、もう僕はおしまいだ。そんなに戦士になりたいようには見えなかったがな。ならなきゃいけないんだ。なのに全然ダメだった。無理もない。君は戦士なんて馬鹿らしかったんだ。マーレのために寿命を縮め他国を侵略するなんて馬鹿らしくてやってられないよな。サバーさんはなんで戦士に。巨人の謎を知りたかったからさ。私は研究者だからね。全ては始祖ユミルが何かと接触したことから始まるらしいが、私はその時に起きたことを知りたいのさ。寿命を縮めてでも巨人の記憶を探ろうと思うほどにね。そんなことだから戦争じゃからっきしの役立たずだ。だが巨人の神秘の前に憎しみや争いもくだらないよ。だからこの戦争ごっこに付き合ってられない私たちは似た者同士で、この世界じゃ珍しいまともな者同士なのさ。これでよかったんだ。ずっと収容区から出られなくたって生きてさえいれば。ついに尻尾をつかんだぞ。エルディア復権派とか名乗ってやがるらしい。今回はかなりの規模だな。フクロウとかいう内通者が組織したようだ。すでにいくつか目星はついている。あとは証拠を揃えていけば時間の問題だな。ジーク、どうしたの。早く食べなさい。お腹がちょっと。お父さん、お母さん、もう危ないことはしないで。見つかったらみんな楽園送りなんだよ。悪魔の島に送られてみんな巨人に。お前は今まで父さんから何を学んだんだ。誰かが立ち上がらない限りみんなずっとこの狭い壁の中で惨めに死んでいくんだぞ。そうよ、これはあなた。